はい、どうも、すいません。はい、昨日、これをまたですね、ちょっと、市役所に行ったもんですからね、私、街頭演説を、しててですね、この障害者の方がですね、集まってですね、それで、たまたま、ほんと偶然なんですけど、ちょっと聞いてですね、47名って言ってたんですよね。で、なんで47なのかなってこう、ちょっと気になってですね、それでいろいろ録音したんですけれども、1日で削除されまして、またペナルティ2になってしまいました。でも3月7日で1個ペナルティ消えるので、もうね、あと2週間はアップロードできないですし、2週間だから14足すと28だから、ほぼ、もう3月7日までアップロードしない。こっちでやろうと。こっちでやります。なんかあればですね。はい。ちょっと画面暗いですけど、なんか、もうちょっと明るくなる。このページね。2020年9月2日からやってますけれどもですね。はい。これを見ていただくとですね、いろいろ、この1本目は削除されちゃったんですね。はい。それで、今これをね、2分の1をバックルアップ取りましたんで、もうこれでランブルさんですからね、ランブル消えないので、この動画もちょっと、そっか、もう一回喋ってバックアップ取ろっかな。ね、ランブルにバックアップ、ね、このチャンネルも別に消えてもいいので 消えてもいいのでね、はい。いろんな、もう、この昨日2本ね、久しぶりに見たんですよ。この2本ですね。そしてですね、やっぱね、322とかね、322っていう数字ですね。まあ33、で、33911はもう、666はね、123とか46とか520っていうのはね、もういろんな方がご存知ですけどね、いろいろ88っていうの出てきましたね。322と88、それから、よく出てくるのは777っていう数字ですね。777、はい。あと何ですかね。あと筆跡とかね。筆跡。ちょっと今日は映さないですけどもね。それかな。それで引っかかったのかな。で、これしか映してないんで、777とかですね。あとね、この2本目のね、このフラットアースもね、あれを見るとね、ああ、やっぱりね、国連がね、やってるんだからね、国連ですね。だから地球っていうのは、やっぱり平らなのかもしれない。わかんない。それはね、もう断言はできないですけどね、まだね。でも、完全な丸ではないな、っていうね。それは、多分そうだと思いますね。完全な、球体ではないと思いますね。その辺どうかね、ちょっとわかんないですけどね。まあそういうのから始まって、この2本目ですね。まあそこはちょっと飛ばしていただいて、まあでも全部ね、じっくり全部ね、もうストップしながらね、メモ取ってこう見た方が、これはいいような気がしますね。この2本の動画ね。で、この3本目、これも今バックアップを取りました。で、順次ですね、これは削除されてるので、この辺からね、もう一本ずつちょっとね、ランブルにね、消えちゃうからね、バックアップ。これが、私が喋ったの、こうなってますよね。この人のこととか喋ってからかな。この人ね、小畑さんね。もうでもみんな言ってますよね、別に。私が言わなくてもね。で、これ、京王線は、ね、どれくらいで、京王線。これは削除されたんですね。あ、これは残ってますね。これは FC2 とランブル両方やってるんで、はい。
これは、あとこれもね、これも残ってますね。じゃあ大丈夫ですね。あ、これ、これが昨日1日で削除されちゃったですね、これがね。だからこのまま1日で削除されたって今書いたので、そういう風にね。で、おぉ、浅山山荘ずっと言ってきましたね。林真澄さんが赤山カレー、京王線。で、3億円は重要ですね。はい、吉沢ひとみさん。で、他にもね、いっぱいありますか。あとはこれ、お正月に起きたやつね。あ、これのとこも引っかかるのか。こういうのも引っかかるのかな。そういうことでですね。ページもね、まあ、YouTube どんなに消されようがね、もう、こう、ノートっていうブログとかね、あとこのライブとかね、これは消えないのね、絶対ね。だからもう無理なんですよ。無理なんですよ。だけどね、なんで消すのかな。もう無理なんですよね。Google さん、Google さん無理なんですよ。どんなに消そうがね。無理なんですよね。もう多くの方がやってんですからね。別にこんなマイナーのチャンネルのね、動画消してね。誰も聞かないようなね。本当にね。で、こうやってね、一本ずつこうやってありますので、はい。これね、はい。こんなのもう誰でも知ってるもんね、こんなのね、別にね。この人有名人ですよね。この人の名前なんて、ここに出てるんですよね。あ、ここに名前出てますね、これも。ね。だから。そういうことでね。まあ、あんまり興味ないですけどもね。はい。ゴーンさんですね。ゴーンさん。はい。ということでですね。まあ、これは、たった1ページですので、またここをね、やるとね、山盛りになってきますので、はい。もうね、まあ、見切れないと思いますけれどもね。はい。この1個ね。これはもう、この YouTube、これで消えるかな？消えるかな？この2本でね、もう膨大なね、情報量ですよね。オレンジとかね、ブルーシートとかね、いろいろ。なんだろう。あと筆跡と、あと、なんで、出版社とかね、作るっていう出版社ですかね。あとは何ですかね。もういろいろだし、いろいろですね。だからお父さんはね、子供って言っても45歳だからね。子供って言っても45歳ですからね。ちゃんと障害者の方ね。だからお父さんはね、どういう状況でどうなのかね。あるいはね、警察官の方とかね。もうね、多くの方がこれに関わってるわけですよ。もう、何百人って関わってんじゃないですか？で、こんだけ何百人って関わって、この動画だって5年前からですから、再生回数は当てにならないですね。相当な人が見てますよね。小島一郎ジェールファンさんってもう、相当有名ですからね。この元祖の人ですからね。最初の方の人ですからね。で、これもね、この私のブログでさえ2020年9月2日からですからね。ということでね、ちょっとね、USO って書いてあるからいけないのかな。USO は大丈夫だと思ったんですけどね。ということで、消えてしまったので、またもうペナルティがきついですね。まあ、こっちのチャンネルはですね、あと裏側ね、この裏側もあるので、まあ、それと別にもう、どれだけ消えようがね、まあ、できるだけ消えないようにはしてますけどね、こうやって、何喋ってんだかわかんないようにね、まあ、これをですね、一本ずつですね、ここ、青いところをね、クリックしていただければですね、一日一本ずつ、一週間に一本ずつ見ていただければね、もうじっくりね、じっくり、これ44分とかありますから、もうすごいですからね。まあちょっと退屈なところもあるかもしれないけれど、やっぱりね、飛ばさないでね、ゆっくり、見ていただけたらなとね、
思うわけですね。だから47じゃないんですよね。あれウィキペディアとね、45なんですよね。19たす20、26ですね。19たす26ですね。ちょっと今出せば分かりますけどね。だからどうしてかなと。あとね、この動画で言ってる通りね、26じゃなくて27ですよって、この、海外のメディアも言ってるし、日本のメディアも27って言ってたんですね。ちょっといい、まあいいか、ちょっと出るかな、出るかな、出ましたね。あ、すぐ出たからよかった。で、楽天がね、あ、ほら45、これは40、文春、待ってください、文春オンラインは45になってますね。だから47って言ってたんですよ、街頭演説で。もう絶対、間違いない、47って言ってたんですよ。だけど45なんですよ、これね。45なんです。19たす26ね。だから分からないですね。で、まあ、そこでね、話しかけてもね、また、ちょっとね、あんた頭おかしいとか言われるからね。いや、おかしくないと思いますけどね、私ね。私は頭おかしくないと思いますよ。普通に本も読めるしね。まあ将棋も弱いですけどできますしね。まあピアノもちょっと弾きますしね。ピアノのね、メインチャンネルはね、そのタイトル変えましたんでね、ピアノ、レッスンも0円でね、0円無料。0円無料にね、ホームページも変えましたので、はい。ちょっと破常識というね、破る常識というね、破る常識ですね。これは出てるじゃないですかね。無理ですよ、これ。今度ね、50分間で、まあ47人って言ってたんですけど、45人ですよね。50分間で45人なんて、もう絶対無理じゃないですか。無理じゃないですか、刃物でね。無理ですよね。無理ですよね。ゴルゴ13だって無理ですよね。これがいけなかったのかな。ゴルゴ13だって無理ですよ。マシンガンならいけますね、マシンガン。マシンガンならできますよ。刃物じゃ無理ですよ。刃物でね、人をね、どうにかするっていうのはね、しかもね、45人、いや、それはね、体力的にも無理でしょう。無理じゃないですか。できますか。私なんかアリンコさん一匹無理ですからね、殺せないですからね。無理ですよ。45人ね、人をね、こうあれするなんてね、これ45になってるね。だから街頭演説だと47人って言ってたんですよ。間違いないんですよ。絶対47って言ってたんですよ。だから分からないんですよ。そういうことでですね、まあ、もう、ね、このページだってね、この私のこのページだってもう結構な人がもう絶対見てるので、見てるんだね。何回もね、今まで動画何本削除されたか、昨日の、今日の一本でまたね、何本削除されたかね。まあでもやっぱりね、YouTube じゃないとダメなんですよね。まああと Twitter ね、Twitter でね、Twitter にもあれしてあるんで。Twitter はそんな消えないですけどね。だから無理なんですよね。Google さん無理だと思いますよ。どんなにね、頑張って消してもね。まあ、頑張ってるわけじゃないでしょうけどね。頑張ってるわけじゃないでしょうけどね。どんなに消してもね。でも、元の動画は消えないんだから。元の動画は5年間も消えないんだからね。どういうことなのかね。意味わかんないですね、これがね。まず元の動画を消さないとね。でも、バックアップ取っちゃったんで、無理ですかね。今これ1本ずつ、ランブルにね、やってきますんで、はい。ランブルの動画は、Google さんも消せないみたいですからね。
まあ、私たちは FC2 も消えましたけどね、まあ、あとたまにね、誰かがのニコニコ動画消えてますけどね、まあでも本当にちょっとですね、消えてるのね、うん、ということでですね、ということでこの通りでございますね。はい、はい、このぐらいで、これ一応バックアップ取ろうかな、取りたいと思いますね、これもね、バックアップ取っとけばね。はい、どうもすいません。はい、失礼。全部ね、全部嘘ですからね。全部嘘ですからね。19人の方ね、生きてると思いますよ。はい。はい、生きてますね。26人の方もね、怪我してないと思いますよ。何の怪我もしてないと思いますよ。はい。はい、どうもすいません。失礼します。